付き合って1ヶ月目と3年目の現実。洋服のタグの切り方。付き合って1ヶ月目、見てこのお洋服めっちゃ可愛くない？可愛い。安かったの。よかったね。付き合って3年目。あれ、リモコンどこか知ってる？知らないよ、私今日触ってないもん。ハサミ。暇電しようと言われた時。付き合って1ヶ月目。足の計算持ってめんどくさいよな。あ、電話やばい。もしもし。今？今ね、猫ちゃんと戯れてた。あ、そうなの？付き合って3年目。もしもし。うん、今パソコンやってた。今日中にやんなきゃいけないことあってさ。いいよ、私パソコンでやんなきゃいけないから本当。うん、あ、にゃちゃん元気だよ。ねえにゃちゃん、にゃちゃんも言う、なんか言っとってください。うん、じゃあね。はい、よし、やんなきゃ。体調が悪い時。付き合って1ヶ月目。嘘、大丈夫？誰？あ、ちょっと熱っぽいね。やっぱり冷えピタある？付き合って3年目。大丈夫だって、絶対ないよ。だっていつもそれじゃないじゃん。いや本当に暑いもん、触ってみ。気のせいだよ。は？今みんな暑いんじゃん。いや意味わかんないし。なんか私今日熱っぽいんだよね。触ってみて、おでこ。じゃあ一回触ってみてって。本当に熱あんの？大丈夫だって。なんで触んないの？いいから、絶対熱ないもん。じゃあ私本当に朝から気持ち悪かったの。吐きそうになったの。俺だって今日気持ち悪いよ。俺も多分熱あると思う。ね、なんでうちだって普通に大丈夫って言えないの？すぐ張り合うじゃん。張り合う。